大阪市交通局二千六百一系電車とは、九百五十五年に登場した大阪市電の路面電車である。書籍によっては二千六百型としている場合もあるが、正式な形式名称は、他の大阪市電各形式と同様、下一桁が一基盤の二千六百一系である。第二次世界大戦後老朽化が目立ち始めていた、木造ボギー車の置き換えを目的として、 2101型とほぼ同等の車体を新造した2501系、更新車4両に引き続き、1955年から1961年にかけて大阪車両工業の手により2601から2714の計114両が製造された。本来は戦災を経てなお97両が残存していた1 1系木造車を構成化して、当時、 静かなる電車と歌われた和製 PCC カーである3001型と同様の車体へ乗せ帰ることが目的であったが1001系の更新完了後も戦前に作られ戦災復旧車の多かった861系及び868型や半壊電鉄引き継ぎ車で市電の標準から外れる車体を持っていた1201.1301系 それに1401型といった1001型と同等の機器を備えた車両の台車や電気部品を流用することで増備が継続された。なお、引き続き801系の更新も検討されたが、この頃から資源廃止計画が具体化し、余剰車が発生したこともあって、それ以上の増備は行われなかった。三千一系の半値と言われた安価な建造コストが最大の特徴。 という廉価版仕様であるが、3001系譲りの明るく近代的な内装は乗客から歓迎された。また直接制御機をはじめとする従来型伝送品と、やはり在来型の単純な空製機器を搭載しており、革新的すぎる3001系の操作性に難色を示したベテラン乗務員にもこちらは抵抗なく受け入れられたため、 大阪市電全線区において幅広く運用された。台車はブリル 77E、主電動機は、端子電圧6 0 0ト時の定格出力が3 7 5ット5 0馬力の SS-50、制御機は KR-8、そしてブレーキは SM3 直通ブレーキ、という、至って平凡かつ古典的な仕様が基本であった。ただし、 出社の事情で異なる機器が搭載された例も見られ、後期には乗り心地改善を図って台車を1601型などからの廃車発生品であるオールコイルバネの大阪市電型台車へ交換したものも存在した。室内灯は当初緩急による白熱灯であったが、途中で河川電圧を高圧して利用する直流点灯式蛍光灯へ変更され、 さらに最終増備グループになると、電動発電機を搭載して、そこから給電する交流点灯式系高等、それもグローブ付きで優等車並みの仕様へと進歩していった。また車体も、車掌台の窓が引き違い窓になるなどの変化がある。後年2626 26から2639の14両が2201軽電車とともにワンマンカーに改造された。 これらの車両は23系統で使用されたが、同系統が廃止となった1968年に運転を終了した。それ以外の2万ーは路線縮小の度に数を減らしつつも、大阪市電が全線廃止になる1969年3月31日のさよなら運転まで営業運転に供された。鹿児島市電に譲渡された。 車両1968年の23系統、廃止後、ワンマン使用車全車が、広島電鉄に移籍して900型となった。それ以外の100両のうち、2611から2616.2621から2625.2694から2714の合計32両が、ワンマン使用に改造され、 鹿児島市電に移籍して800型となったが、意識線、上町線廃止の際に17両が廃車、残った15両は冷房化及び台車交換を実施して継続使用されたが、車体の老朽化のため1995年から2000年にかけて全車廃車され、主要機器は9500型に流用された。大阪市電の廃止後、用済みとなった多数の車両が、 民間に払い下げられ、譲渡車を除いても68両あった2601型も当然に払い下げ対象となったが、払い下げられた各形式のうち3001系の少なからぬ数が今も丁寧に保存されているのに対し2601型は住宅として転用されるなど実用品として活用されたものが多く、廃止から40年近く経過した現在では、 ほとんど現存していない。また、現存例も大阪市交通局による公式な保存者群に含まれなかったため、状態の良いものは皆無に等しく、原型をとどめていないものが大半を占めている。大阪市電大阪市電66年の記録マイナスによるは、該当車両である。日本製のコピー品を含む芝浦井水マイナス133 三菱電機メガバイト -245L、それに川崎車両計マイナス6から504バイトの3種。2501型では旧車の制御機が採用されたが、電気制動ノッチがないなどの点もあって、当該形式では新調された。当初は2201型と合わせて100両のワンマンカーを増備する計画で、機器類も用意されていたが、 全廃方針が決定したために改造が中止されたという経緯がある。機器類についてはバスへの転用も検討されたが結局廃棄されている。9500型は800系の車体更新車として登場したエトセトラ。ありがとうございます。